ウェセックス王国、ウェセックス王国は、イングランドの七王国の一つ。アングロサクソン人の建てた王国の一つで、レエン人ンが侵攻した時代に生き残った、唯一の王国である。また、有能な王も輩出し、エグバート、アルフレッド大王が有名。特に、アルフレッド大王のもとで行われた、文化事業により、数々の伝承文献が書き残されることとなり、資料の乏しい。 この時代の歴史、古英語の文献が現在でも残されている。なお、ウェセックスの名は西、サクソンの名は南サクソン、サウスサクソンから、エセックスの名は東サクソンから由来する。しかし、初期の西サクソンと後期のウェセックス王国とでは、歴史的な経緯により支配した領域が変異している。詳しく口述参照。ウェセックス王国は、 イングランドのアングロサクソン王朝の一つ。その系統は、イングランド王国にまで続いている。名前の由来は、ウェストサクソン、ウエストサクソン、西サクソン王国であり、イングランドの南部及び南西部を支配下に置いていた。ウェセックス王国は6世紀に成立、イングランドとしての国の形成ができる9世紀まで続き、またその後も、ウェセックスの名は、 伯爵領として1016年から1066年まで一時的に使われた。トーマス・ハーディの旅行記にしばしばその名が見られているものの、以来ウェセックスという名は行政の地名として記載はされてはいない。しかし、ウェセックス伯の称号は1999年にエリザベス2世の三男、エドワードの登場により復活している。 現在でも、ウェセックスの名をイングランドに残すことを望むものが存在している。アングロサクソン年代記以下、年代記と記すによれば、ウェセックス王国は、チェルディッチ、セルディック王とキュンディッチ、シンディック王により設立された。彼らは、ゲウィサエという名の氏族の主張であり、ハンプシャーに上陸、ワイト島を含む周辺地域を支配下に置いたと言われている。しかし、 年代記の記述には、裏付けが乏しく、矛盾点も多い。すなわち考古学的な証拠としてはハンプシャーだけでなく、テムズ川上流の渓谷地帯及び、コッツウォルズ周辺にもアンクロサソン人の定住跡が見受けられ、彼らの存在した6世紀後半から7世紀にかけてのウェセックスの中心地はむしろ後、世の中心地よりも北部に寄りかかっていたことが指摘されている。 また8世紀後半の歴史学者ベーダは、ワイト島は、サクソン人ではなく、ジュート人が上陸したところであり、またジュート人が、ハンプシャーの沿岸区域を占拠したとの記述を残しており、この地域は、ウェセックス王国が7世紀になってから、ようやく支配下に置いた場所に過ぎなかったことを記述している。よって、アングロサクソン年代記の記述は8世紀、9世紀に書かれた。 当時の王国の勢力図に合う形で過去の起源の伝承を記載した結果の産物であるという可能性が高い。この二人の王の名の出所は年代記の西サクソン王国系譜目録に記載されている。年代記は短い系譜を数多く年代別に記載されているが、前述のように矛盾も多く全ての整合性を統一していないでいる。最近のイギリスの私学者、 デビット・ダンビルの分析によると、年代記の西作村王の名前に取り繕ったような形で王の名が複数まとまった箇所に存在してお引く。またその王の名は他の学者が指摘証拠として取り上げもしていたが、マイナス実証性に足るものではないことが指摘されている。年代記では495年にチェルディッチ王がブリテン島に上陸したことになっているが、前述の歴史学者、ダンビルは、 それが538年頃だったと修正、後世の系譜を、すべての血統を、チェルディッチにしたいがために矛盾した部分を書き加えられ、すべてを解析することは困難になっていることを指摘している。いずれにせよチェルディッチの知性は16年に及び、後にキュンリッチに王いが移ったのは554年頃としている。キュンリッチは、チェルディッチの息子とされているが、別の説では、孫となっており、 よくわかってはいない。孫とする場合、クレオだという人物がキュンリッチの父親として、チェルディッチとの系譜の間をつないでいる。キュンリッチの知性は581年頃チェウリン、セウリン、チェアウリン、ケアウリン、チェアウリンとも、正確な発音では、チェアウリンと思われる。という人物に受け継がれた。おそらくは息子であろうと考えられている。チェウリンの知性はそれまでの王よりは、 その記述に伝承性が薄く、多少の信頼された裏付けがあるものと思われるが、年代記では在位は560年から592年、ダンビルによって修正されたものとは異なっている。チェウリンの知性に、ウェセックス王国は、グロスターシャーのチルタンで、ケルト系ブリトン人に敗れて、以来の硬着状態以来ののであり、アングロサクソン勢力の拡大が再びこの時期より、 始まったと考えられている。またチェウリンは、ベーダの著作で記されている七人の王の一人として、その名を残しており、彼の記述によると、南イングランドにおける、インペリウムを保持していた人物と伝えられている。このことは後世に記されたアングロサクソン年代記も、記しており、そこでは、チェウリンを、ブレトワルダ、アングロサクソン、社会における昭王の中の王の言い。 ブリテンの支配者という表現で表されているのが繰り返されている。チェウリンは老いであるチェオルにより退位させられ翌年死去、チェオルが王位についた。しかし6年後、おそらくは594年頃、王位は兄弟であるチェオルウルフにとって変わられ、さらに617年頃に王位はキュネイルスに変わられた。系譜学者はキュネイルス、 の出自に関して一致した著述を残してはおらず、残る。司書では、彼の父の名も一致していない。ウェセックスの歴史の著述に信憑性のある年月が残されるのは、キュネイルスの知性になってからである。六百三十年代の後期、おそらくは六百四十年に、聖、ビリヌスを本拠とした。この先例の出来事は、西サクソン王国の中では、最初の改修の例となったが。 かといってこれが宣伝で改修が続いたわけではなく、642年頃に、次のチェンワルフは、異教徒のまま王位を受け継ぎだ。しかし数年後、彼が宣令を受けると、ウェセックス王国は、キリスト教の王国としての基盤が出来上がるようになった。宣令の際に、彼に宣令名を名付けた人物は、ノーサンブリア王オスワド、であり、この宣令は、以前より、 ウェセックス王国を圧迫していたマーシアオーペンダに対する名約の意味合いも含まれていた可能性もあることが指摘されている。アングル人のマーシア王国の勢力拡大に伴い攻撃を受けていたサクソン人のウェセックス王国はテムズ川、ボン川以北を侵食されつつあり、このような動きにウェセックス王国は南部領土の立て直しを図ることとなる。チェンワルフは マーシア王ペンダの娘と婚姻を結んだが、やがてそれが利縁となると再びマーシア王国が侵略。彼は三年ほど国を捨てて亡命することとなる。この時期は定かではないが、おそらくは六百四十年代後半、ないし百五十年代前半と考えられている。この時期ウェセックス王国は、マーシア王国の支配下に入ることとなった。チェンワルフはイーストアングリアに身を寄せて、この地で、 キリスト教に改修をした。そして彼がウェセックスに霊寮に復井すると今度はペンダの後継者ウルフヘレの攻撃を受けしまう。しかしウェセックス王国はブリトン人を討伐して領土をサマーセットまで拡大することに成功する。そしてウィンチェスターに司教区を築いた。またその直後に古来の司教区だったドルチェスターが マーシア王国の圧力に押され放棄されることとなり、こうしてウィンチェスターは、ウェセックス王国の事実上の首都として、今後発展遂げることとなる。673年に、チェンワルフが死去すると妻、サックスブルフが一年王位についた。そして次にチェウリの兄弟の血筋となるエシュイネがつく。このように、ウェセックスの王位は、チェルディッチにつながる、男子孫の流派から流派へと移されることが、 しばしばあった。このような政権交代は本当に起きていたことなのか、王権の異常を、チェルディッチからの決闘という正当性を後付けで、固示する必要性から生じたものなのかは不明である。いずれにせよ、エシュイネの治世は2年間続き、六百七十六年には、王位はチェンワルフの家系へと戻り、チェントイネが王となった。彼はブリトン人と戦ったことは分かっているが、 詳しい内容は消失してしまっている。チェントイネの後、桃園の縁者と思われ、またチェウリンの子孫と名乗るキャドワラが王位についた。キャドワラの治世は2年間だったが、サセックス、ケント、ワイト島に侵攻、ケントを制圧した後に、すぐに、またサセックスも続いて、独立を許してしまうが、ウェセックス領を大幅に拡大した。彼は688年に退位。 ローマへ巡礼の旅に出かけた。そこで、キャドワラは、ローマ教皇から洗礼を受け、すぐに死去したと言われる。キャドワラの後は、稲が継いだ。稲も、チェウリンを通じて、チェルディッチの子孫と自称していたが、また当演の血統ではあった。稲の統治は長く三十八年に及んだ。現存している、古英語の法典は、検討王国のものを除けば、稲の知性のものが最古である。 また彼は、に、地教区を築き、セルウッド、異性の領土を支配下に置いた。晩年、戦王、キャドワラに倣い、ローマへ巡礼。チェルギッチの末裔を名乗る王位は、幾人かの王たちに異常さったが、系譜学として、関連は定かでないものとなっている。8世紀に、ウェセックス王国の勢いは、北方のマーシア王国に劣後することとなり、 幾度か、西サクソン王国の王は、マーシア王の支配下に入ることとなった。とは言うもののウェセックス王国は、マーシア王国が、小国に対して、振る舞うような高圧的な支配統治は、免れてはいた。この時期に、ウェセックス王国は、西方、ドゥムノニアを吸収し、デボンを配下に抑えることに成功する。マーシア王国が、現在のグロスターシャア、 オックスフォードシャーに相当するウェセックス王国の北部丘陵へ進攻した結果、テムズ川とエーボン川が境界となり、中心地がハンプシャー、ウィルトシャー、バークシャー、ドーセット、そしてサマーセットの各州へと区分けされた。このようなウェセックス王国に見られた中制度は、後のイングランド王国の地方行政単位となり、イギリスの行政制度の礎となるが、8世紀中頃には、 成立していた。全員アングル人の王、レックス・アングロレムを名乗るマーシア王の在位、757年から796年により追放され、フランク王国のカール大帝のところに身を寄せていた、エグバートがオファ王の没後、802年に王位につく。彼は稲の兄弟インゲルドの末裔と称していた。エグバードの登場により、ウェセックス王位の継承過程が変わり、 今までのチェルディッチの末裔と名乗る複数の王族から一人が大いに上る形式が終わり、変わって単独の王家からの継承へと変化した。825年にマーシア王国のベオルンウルフで撃派、サセックスケンとエセックスの支配権をマーシア王国から奪うと同時にイーストアングリアをマーシア王国の支配から離脱、独立を支援した。829年にエグバードは マーシア王国を制圧王、ウィーラフを追放させ、ノーサンブリア王国も支配権を確立させる。そして、エグバートはブレトワルダとなりブリテン島の将の王として、君臨した。この君臨の時期は短く、830年にウィーラフは帰還し、マーシア王国は再び独立してしまうが、南西イングランドに拡大したウェセックス王国の領土は侵食されることはなかった。 エグバートの治世の晩年、ウェセックス王国は、デエン人ンのバイキングの攻撃を受け、835年以降たびたびさらされるようになる。851年には350もの軍船を乗せた大軍が、テムズ川川口に現れる。そしてマーシア王国のベオルンウルフを敗北させると、デエン人ンの大軍が、ウェセックス王国に進出、しかしアクレアの戦い、で、エグバートの息子、 エゼルウルフに敗れ、悲惨した。こうして15年伝人の侵略を免れることができたが、ベセックスへの吸収は依然として続いた。855年から856年にかけて、エゼルウルフは、ローマへ巡礼に出かけ、その艦長し、エゼルワルドに引き継がれた。しかし、エゼルレッドも死去。年長の兄弟が子を残さず絶え。 エゼルレットの息子は大いに着くには幼すぎたので、大いは罰シ・アルフレッドに受け継がれた。後にアルフレッド大王と呼ばれる人物である。865年、再びデーエン人ンが来襲し、デーエン人ンはノーサングリア、イーストアングリアを征服する。871年にはウェセックス王国も侵略にさらされるようになり、一時期エゼルレットとアルフレッドの兄弟による敗北で、 停滞するものの、度重なる戦線で兵馬を失ったアルフレッドは、デーン人ンに対し金銭を持って撤退させるようになる。デーン人ンは、マーシア王国を服属させ、ノーサンブリアにも、勢力を伸ばしたが、876年再び、ウェセックスにやってきた。これに対してアルフレッドは、迅速に対応、877年に小競り合いで、撤退させることに成功する。 デエンジンの一派はそのままマーシアへ撤退、残存する。残りのデエンジンは877年初頭の冬に、再び、ウェセックス王国に侵攻してきた。当期の進軍にアルフレッドは驚き、国土の大半を侵略され、アルフレッドは、サマーセットの湿地へと避難するが、数ヶ月後に軍を徴収。現在、ノイルトシャー州付近でデエンジンを再する。 この勝利により878年にウェドモアの和議が締結され、デーン人はイーストアングリア、ウェセックスからデーンローへ最終的に撤退した。その後の数年、アルフレッドは内政の再編に取りかかる。彼は軍船を建造する軍隊を二交代制にして常時臨戦体制にさせる増強した砦を国内くまなく築き上げるなど、ウェセックス王国の内政。 防衛体制において大幅な改革に着手した。このような体制の内容は、バーゲル・ヒガゲという10世紀の書物に記録として残れており、それによると、ウェセックス王国に33の中屯地があり、安全な場所から馬に着いたち乗った距離以内にあったという。この改革により890年代に再来したデエン人ンの来襲を最小の犠牲で追い払うことができた。 またアルフレッドは、司法組織にも改革を加え、大学と教育機関の復興を手助けした。イングランド中、またはヨーロッパの各地から学者を自らの宮廷に召喚し、彼らにラテン語の書物を声語に翻訳させた。仕事のほとんどは個人作業でさせたが、アングロサクソン年代記の執筆は集団作業で行われ、アルフレッドはその指揮を取った。 このような文化作業の結果、ウェセックス王国の政治的な優位性が上昇し、この時代の西サクソン方言が古英語の標準語となり、その後のアングロサクソン社会の標準となった。デーエン人ンの侵略は、ノーサンブリアとイーストアングリア地域を荒廃させ、北東部にデーエン人ンの定住により、マーシアは2分、北東部はデーエン人ンの定住地となり、南西部は チェオルウルフの妖精によるものだった。また彼はアルフレッドの支配下に入ることに意義はなく、アルフレッドの娘、エゼルフレダをめとっていた。このマーシアがどのような形でアルフレッドの支配下に入ったのか異常に関して仮定はよくわかってはいないが、これによりアルフレッドはデーン人ンの来襲で生き残った唯一のイングランド在住の王となった。 890年以降もイングランドに定住した小規模なデイエンジンによる襲撃をウェセックスとマーシアは繰り返し受けていたが、このような侵食をウェセックス王国は通常敗走させることができ、また大陸からの大規模な侵略はなかった。政治動向はウェセックス王国にとって好都合に傾いていた。899年、アルフレッド大王が死去。911年。 アルフレッドの名優だったマーシアのエゼルレッドが死去すると、アルフレッドの娘、エゼルフレッドが統治の任に就いた。アルフレッドの息子エドワード長慶王は、ロンドン、オックスフォード周辺、おそらくはミドルセックス、ハートフォードシャー、バッキンガムシャー、オックスフォードシャーを、マーシアからウェセックス王国の支配下に倶えした。913年から918年にかけて、 ウェセックス王国の一連の攻撃により、マーシアとイーストアングリアに住む人たちを圧倒し、ノーサンブリア王国の南の境界線だった、ハンバーとマーシアを治めるエドガーの二つの息子に、領土分割された。しかし959年に、エドイッジが死去するとエドガーが、イングランド全土を支配下に置くこととなった。クヌートが1十六年イングランドを占拠すると、かつてのノーサンブリア、 マーシア、イースとアングリアのあった地域に、伯爵領を制定するが、ウェセックスは直接統治した。しかし数年後、クヌートはウェセックスも伯爵領とし、イングランド人の部下ゴドウィンに託す。50年の間、この領地を支配する者、最初はゴドウィン、そして息子のハロルドは、王の次に権力を持つ存在となった。そして1066年に、 エドワード・ザンゲ王が亡くなると、ハロルド自身が、ハロル二世として、イングランド王位につき、ウェセックス伯領を併合させた。そしてノルマンディ以降、ウィリアムがハロルドを廃止、イングランド王となるとこの伯爵領を廃領する者は、なく、ウェセックス伯領も間もなく廃止された。1066年をもって、行政単位としてのウェセックスは亡くなった。初期の王は、ゲウィス。 ゲウイサイの王として名乗られている、ベペンダ。ここから、西、サクソンの王の称号がつく。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。